ここ駐車禁止なのに、そこそこじゃないだろ、突っ込むところは。なんてやつだ、駐車禁止のところに捕まってやがる。え、なにこれ、コロネ様、え、テレビ局、何かあったのか、テレビ使って洗脳してるってこと。え、何、現場から中継です。コロネ、たった今 VTuber 犬神コロネ容疑者を逮捕VTuber 犬神コロネ容疑者を逮捕するため警察による家宅捜索が行われました。コロネコロネ、だからやめとけって、だからお前駐車禁止のところに止めるなって。犬神容疑者は動画サイトを通じてこのビルにファンを集め洗脳を行っていたようです。洗脳した信者をコロネスキーと呼び、国家転覆を企てたとして警察に連行されていきます。あ、犬神容疑者が出てきます。え、まさか本当に、ちょっとスバルの気持ち全部代弁してくれる、これ殺さー本当にいたー。これは悪い顔をしている、邪教を施設で洗脳か、他の女に浮気は許さない、逮捕、国家転覆の疑い、自称 VTuber 犬神コロネ容疑者。こんな悪い顔のコロさん初めて見たけどな。コロさん悪い顔しとるでな、笑っています、とても悪そうな顔をしています。笑ってる。私は報道を担う者としてインタビューを試みたいと思います、説明助かる。あ、やばい、ちょっと待って、こんなメンチ切ってるコロさん初めて見たんだけど、ちょっとこんなコロさん、こんなメンチ切ることあんの。犬神さん洗脳してたんですか、てか自称なのかよ、国家転覆しようとしてたんですか。わー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 、何撮ってるんだよ、あらよー。コロネはいつもみんなの心の中にいるでな。こいつまだ洗脳しようとしてる、洗脳してやるでな。ほら洗脳ソングが聞こえてきたでな。やばい、コロネのオリジナルソングが脳内に、コロネが洗脳、かわいいコロネが洗脳、なんなんだこれ。いいですおしー、白ひげやん、黒
黒ひげか。神ゲーじゃんこれ。ソング聞こう後で。コロネのことめっちゃ恋しくなっちゃった。みんなこの後ね、22時からコーネ様の配信あるから、みんな見て。22時からコーネ